仲間 ウクライナの時仲間いなかったさ。全然試合出れなくて、半年間ジェフブラジル、で次が九州、ウクライナ行ったんだ時、フリーター 継続積み重ねてる選手が残っていく、生活をサッカーにつなげる、一日を高めた上で、どれだけ自分の武器を出せるか、プロ1年目の時、紅白戦さえも入れない、自分自身と向き合って、本当試行錯誤して、良くなっていく。皆さん、こんにちは。アンドサッカーのシュンです。皆さん、こんにちは。アンドサッカーのガティです。お願いします。はい、ということで久々のズームです。対談企画でございます。はい、ということで今回は超スペシャルなねゲストに来ていただきました。なんとアンドサッカー初の日本代表選手です。ついにアンドサッカーに日本代表が降臨します。そんな貴重な機会もないので、いろんなことをね、はい、聞いていきたいと思います。この動画は3つに分けて公開していくので、ぜひぜひ3本とも皆さんチェックしてください。はい、それでは早速登場していただきましょう。浦田樹選手です。お願いします。お願いします。お願いします。今クロアチア一部リーグでプレーしてます。浦田樹です。年齢は24歳で東京オリンピック世代です。ポジションは左サイドバックです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、プロのキャリアというか、どんな感じで小中高と歩んで今に至るのか簡単に教えてもらってもいいですか？小学校の時はトレセンとか、東京とトレセンの引っ越したぐらいで、まあ、それなりの選手みたいな感じ で中学生に上がるタイミングで J リーグの下部組織のセレクションを5、6チームぐらい受けて、ほぼ落ちて、たまたまジェフのセレクションの時に調子良くて合格したみたいな感じで、ジェフ入団して中学2年ぐらいまで全然試合出れなくて、でも全然俺もう無理だなと思ってて、そしたら中3の時にたまたま監督が変わって、そこから上り調子っていうか、急に試合出れるようになって、代表にも呼ばれるようになって、トップチームの練習にも初めて参加してっていう感じで、まあどんどんうまくいって、そのままユース上がってトップチーム上がって、そのトップチーム上がってからは1年目は半年間ジェフにいて、その後ブラジル、まあ、ブラジルはサントス・アレサンドロ選手、まあ、元日本代表のいる内チームにいて、ブラジル半年間行って、日本帰ってきて琉球に3ヶ月行って、で次の年北九州行って、北九州で2年プレーして、そこからウクライナ行って、ウクライナ1年間やって、でまあいろいろあって契約解除して、スペイン行ったんだけど、ビザの関係とかいろいろあって契約できず、もうウィンドウとかも閉まってて、移籍市場が。それで一時フリーター半年間ぐらいフリーターやって、それからそうね、クロアチア一部のクラブ、今の在籍してるチームにっていう経歴です。ありがとうございます。まあ、海外サッカーの話はまたちょっと後で聞くことにするんですけど、なかなかこの年齢でこれだけのクラブとか国を渡り歩いてる人っていないんじゃないですか？相当多いねクラブ数。本当よくやれるっていう。何回？確かにベテラン選手ぐらいもう渡り歩いてる。じゃあちょっと主に日本でのプロキャリアについて聞いていきたいんですけど、一番浦田選手自身がプロとして大切にしていることっていうのは何ですか？サッカー選手としてやっぱサッカーを楽しむことを一番大切にしている中で、まあ、やっぱりプロとしてやってるんで、まあ、いろんな人が支えてくれてたり、サポーターだったりチーム関係者とか、そういう人に恩返しできるようにという気持ちで、それを忘れずにいつもプレーしてます。なんかあれですね、僕らが発信していることとかなり近いので、そして間違ってなかったなと思いますね僕ら。絶対サッカーだけ上手ければいいっていうのはもう、うん、人としての部分がやっぱり大切ですよね。やっぱサッカーだけっていう選手はなかなか一時活躍できても長く活躍できないかなっていう印象は、うんうん、高校時代に僕たちも叩き込まれましたプロ選手として活躍していく中で、この質問めちゃくちゃもらうんじゃないのかなと思うんですけど、プロサッカー選手ってどうやったらなれるんですか？プレートだね。どうやってなれるって正解は本当ないな。やっぱ運とタイミングもあるし、めちゃくちゃいい選手でやっぱ監督に気に入られなければ上に行けないし、怪我してたりしたらもうそこで終わっちゃうし、結局どんな状況にあっても継続積み重ねてる選手が残っていくのかなっていうのは僕は思いますね。主にプロになる前、10代に練習中ですとか普段の生活、まあ、サッカーの中で意識していたこととかってありますか？サッカー以外のことにも結構食事とか睡眠とかトレーニング筋トレとかもいろいろ興味自分で持ってたんで、そういうのも含めて生活をサッカーにつなげるっていうのはすごい意識した部分ですね。プロになった人とかサッカーが上手い人って必ずサッカー以外のところを大事にしてますよね、やっぱり。そうですね、まあ、適当な選手もいますけどねやっぱり
結果が物を言う世界ですもんね。はいはい、そうですね。まあ、でもやっぱ外人とか適当だなと思いますけど。ちなみになんかサッカーで大事にしてた部分というか、ここだけは負けないぞみたいな意識してたことってありますか？高校生とか小中高の時はキックは誰にも負けないと思ってて、左足のキックっていうのは誰にも負けたくないっていう気持ちは常に持ってたかなっていう。自分の武器を作ってここだけは絶対勝つぞという。そうね。まあでもこれ武器あっても結局俺の場合は土台の部分逆に耐えなかったなって、日本でやってた時は。結局左足の武器ってプラスアルファの部分で、それプラスアルファの部分あってもやっぱり生き残っていけなくて、やっぱフィジカル部分だったりメンタルの部分だったりそういうのも絶対必要な部分で、それがやっぱこっち来てのより自分で感じ取ってこのトレーニングだったり日常に落とし込めてるかなっていうのもありますね。今のお話めちゃくちゃ貴重じゃないですか。例えばウィーレとかで言うとあの五角形が基礎能力だとして、その大きさがあった上での自分の武器みたいなところですよね。海外の選手とか、まあ、どの世界もみんな上手いし、平均値が本当に高いから、平均値を高めた上でどれだけ自分の武器を出せるかが大事かなっていうのは今思ってる。サッカー人生、まあ、主にプロになってから中で一番の挫折と、それをどうやって乗り越えていったかみたいなのってありますか？挫折は結構多くて、まあ、何回かあるんだけど、やっぱり一番は北九州 J リーグでプレーした時に契約満了になって海外に行こうと思ったの。まず最初に日本でプレーしたいと思ったけど日本のチームがなくて海外に行こうと思った。その時は初めて挫折かなっていうのと、まあ、なんだかんだやっぱ高校生の時とか中学生の時も挫折はたくさんあったし、まあ、ジェフのプロ1年目の時とかも紅白戦さえも入れないみたいな。プロに入ったのに紅白戦に入らせてもらえないみたいな。何してんだろうみたいな。そんな1年目だったり、ウクライナの時もいろいろチームと問題があって練習参加させてもらえなくなったり、はい、そういういろんなこれっていう挫折はないけどたくさんあったな、うんうん、なんか自分なりの乗り越え方っていうかありますか？そういうのって J リーグ行った時は全然乗り越えられなくて結構時の流れに任せてたけど、海外来てからは落ち込んでもしょうがないなっていう、変わらないことだしやれることをとりあえずやろうみたいな、そういうマインドになったのはすごい大きな成長かなっていうのは思います。結構仲間の存在とかも大きかったりします？仲間ウクライナの時仲間いなかったさあーそうなんですね。孤独の中で耐え抜いたっていう形ですね。ほんとほんと、あれいじめだわでそれがもう今メンタルにめちゃくちゃ生きてるみたいなことあるんですか？そうですね、やっぱり大きな経験だったなっていうのは、うん、ちょっと日本代表のことに関して聞いていきたいんですけど、多くの人のサッカー少年、サッカーやってる、まあ、もちろんプロに入ってる人も憧れの頃だと思うんですけど、選ばれた時っていうのはどういった気持ちになりましたか？いやめちゃくちゃ嬉しかったですね。日本代表かみたいな。その時初めてだったんで、だから中2まで全然試合出てなくて、ベンチだった時から急に代表まで上がったんで、めちゃくちゃ嬉しかったですね、当時は。どういった経緯で代表まで選考されたんですか？当時、代表のコーチが、ジェフの監督も、トップチームの監督もやったことがある方で、何試合か見に来てくれて、その時に結構活躍して、呼んでもらったっていう形です、ね。まさにタイミングと、まあ、しっかり自分で準備もしてたのが、ドンピシャだったっていう形ですね。タイミングと運だな。まあちょっと踏み込んだ質問なんですけど、代表に選ばれる選手と代表に選ばれない選手の違いって何かありますか？代表に呼ばれる呼ばれないっていうより、いい選手かどうかっていう観点で見ると、どの選手もやっぱメンタリティが強いなっていう、負けない負けん気みたいなとか、別に技術なくてもどんどん上に行く選手ってそういうとこがやっぱ違うのかなっていうのは、そこは俺自身が耐えなかった部分っていうのは感じますね。メンタリティというかハングリー精神とかもそういうところに入ってくるんですかね？ハングリー精神ってなんかよく言うけど、日本人身につかないと思って、俺ブラジル半年間行ってめっちゃ環境悪くて、もうなんかめちゃ早く帰りたいみたいなやっぱそこで結局俺はレンタルでそのブラジル行ってるし、その給料もジェフから出てたし、帰る場所があるし、それでもやっぱ結局どっかしら気持ちに余白じゃないけど余裕が生まれるわけで、ブラジル人って本当もう環境が悪いし、サッカーでしか生きていけないっていう、もう環境になってるわけよ。日本人ってそれは絶対ありえないわけじゃん、この裕福な国で。もそこはやっぱここをなんか求めちゃいけないのかなっていうのは最近すごい思う場所かな。うん、面白いね。なんかねそこは一番大きいですよね、やっぱり生きてる環境っていうのは。ハングリー精神モテって言われてもそんな意識してモテるもんじゃないし自然と生まれるもんだから、それやっぱ環境っていうのがやっぱ大きいのかなっていう。
海外と日本どっちも経験してる中で、日本人がモテるメンタリティみたいなのってどういうところがあるんですかね。はじめっていう部分の、こっちの人とも話しても、日本人は走れるし、うまいし、それとか評価してるっていうのは言ってたから、やっぱ日本人って日本っていう特殊文化で育ってるから、うん、真面目とかコツコツやるとか、いい部分もあれば、それはまた悪い部分にもなるし、難しい。うん、確かにそうですね。まあ勤勉さが武器になることもあるし、あとチームプレーとかっていうのは武器になる時もあるし、ただ個人としての勢いが失われちゃうかもしれないみたいなデメリットもありますもんね。日本人はこう今いいところ、そういう勤勉さを伸ばしていた方がいいのか、それともまあさっきハングリー選手は無理って言ってましたけど、なんかそういう方を伸ばしていった方が、日本人って海外、まあ、行って分かったと思うんですけど、どっちだと思いますか。結局自然と日本人は協調性みたいな持ってるから、ここは意識した方がいいのかなっていうのは思う部分。代表については最後に東京オリンピックについての思いっていうのを教えてください。かれこれもう2年ぐらい代表が離れてるんで、森保ジャパン最初2回呼ばれて、そこからまあいろいろあったんで、可能性的には全然わかんないですけど、一つの目標ってあり、ここまでこだわりはないっていうのが正直な。絶対出たいとか、まあ、出れたらいいなみたいな。そんな感じです。ここに執着するっていうよりは、そうそうそう、まあ結果としてついてきたらそれでもいいなみたいな。感じの位置づけってことですかね。おっしゃる通りです。でも逆にそれはもうなんか今の海外でのサッカーが充実してるからっていうのもあるんじゃないですか、やっぱり。そうですね。やっぱり結局もっと上に行きたいなっていう気持ちが強いから、今でそこは通過点であり、おまけみたいなもんかなという感じかな。日本に行くクラブがなかったから海外挑戦したっていう話を伺ったんですけど、やっぱり言葉の壁とかってあるじゃないですか。どうしても一番最初にぶつかるところだと思うんですけど、それっていうのはどうやってクリアしてる。ウクライナの時はもうクリアできなかったですね、そこ。ウクライナロシア語なんだけど、はい、文字がまず違うし、うん、何言ってるか全然わかんない。本当そこが、しかもこれ結構人見知りだから、あんまガンガン行くタイプでもないし、そこで言葉の壁はすごい感じた部分かな。で今クロアチア来て英語も勉強するようになって、比較的英語通じる国だから、それでやっぱコミュニケーション取ってるとやっぱすごいチームにも馴染みやすいし、すごい大事だなっていうのは感じる部分で、でもなんか自分の意見をしっかり伝えられれば全然問題ないな。ペラペラ喋れる必要もないし、無理に積極的に喋ろうとかそういうことも考える必要もないと思うんで、人それぞれやり方でいいのかな。言葉の壁があってもプレーにはそんなに支障がないように聞こえるんですけど、そういう感じですか。やっぱプレーはまた別で見せれば分かってくれるみたいな、まあ、ポジションによるっていうのはあるかな。ああ、まあキーパーとかだと例えば難しいですよね、うん、そこは。あとやっぱ最初はなんとかなるけど、試合重ねていくとやっぱり修正点が出てきて、本当にコミュニケーションが必要だなっていう。後ろの選手は、前の選手とかは別にそんな大して必要ないのかもしれないけど、この選手は比較的、まあ、でも言うてそんな難しい言葉を喋る必要ないし、ほんとしいみたいな感じでジェスチャーを交えて、全然問題ないかな。確かに喋れなかったらどうしようっていうか、そこを気にしちゃうのがちょっと日本人かなっていう感じはします、うん、確かに絶対必要みたいなやっぱけど、結局、まあ、やっぱさっき言ったようにプレーで示せれば、うんうん、まあ、そのいいプレーをするための道具であるわけだから、まあ、そこも大事だけど、まずはやっぱプレーで見せることが一番大事かな。これは結構海外挑戦考えてる人にとっては、うん、いい後押しになったのではないでしょうか。飛び込んじゃってもいいんじゃないかなっていうふうに聞こえたね、うんうんうん、今の感じでね。そうですね。日本のプロ、まあ、J リーグと海外のプロの違いで一番感じることって何ですか。まずは環境、日本は環境良すぎてびっくりする。あとはやるサッカーが違うから全然求められることも、うん、J リーグはやっぱリトリートすること多いし、低いディフェンスが多いかなっていう印象で、こっちはどっちかっていうとボールを奪いに行く、抜かれてもいいわけじゃないけど、そういうことを強く言われるのは大きな違いだかな。やっぱ日本人めちゃくちゃうまいけど、そういった部分は全然違うのかな。受け身っていうよりは自分からどんどんアタックしろっていう感じ。だから東ヨーロッパは多分戦術あんまない。最近あのサイドバックがインサイド取ったりみたいなのあるじゃん、はいはい、あれとかやると何してんだみたいな感じでめっちゃ言われる。本当はもう基本的なことしか言われないから、そこはやっぱ違うとかな。全然違いますよねきっと。全然違う。本当に当時はちょっと違う感覚。どっちがやりやすいですか、
海外と日本、浦田選手的にはどっちが自分に合ってると思いますか？今日本帰ってたらどうなんだろうな。結構日本に帰ってきてうまく J でも活躍できない選手って多いじゃないですか。本当本当、やっぱそういうとこも関係してくるんですかね。やっぱ日本人って海外だとやっぱ上手い、ね、五大リーグだとまあそんな上手いとかめちゃくちゃ上手くないと上手くないクルーに入ると思うけど、五大リーグ以外だと日本人ってめちゃくちゃ上手くてそこは特徴になってその上でなんかまあ何かしらあったりするけど、日本戻るとまずみんな上手いじゃん基本的に。上手いっていうのはあれですよね、足元の技術とか、そういう上手いんですよね。違いがなくなる。あとやっぱ海外にいるとボール奪える選手とか、日本のサッカーちょっとゆっくりだからそんなガツンっていく場面があんまなかったり、口を出しづらいとかそういう違いやっぱあるのかなっていう。日本では自然とっていうか意識しないでやってたことが海外行くとちょっと武器にもなったりするみたいな。そう、日本人の人って周りにいるんですか？いや全然ないね。最近 F 島から原太一くん、原太一、大地がクロアチアリーグにいたけど、それ以外全然いないね。ミキって、ミキってわかる？あ、はい、あ、広島にいた。そうそうそう、ミキッチが、うん、ザグレフっていう首都でカフェやってるらしい。カフェ選手ではなくカフェ選手ではなくカフェそのサッカー選手として日本人の誇りみたいな意識する時っていうのはあるんですか？やっぱりクロアチアリーグでプレーしてる日本人が本当少ないから、今までも三浦カズさんとか井ノ原さんとか何か来てるけど、やっぱあんまりドイツとかみたいにポンポン行くような、うんじゃないから、これが活躍すれば日本人の価値が上がって日本人が来やすくなるから、そういうのはやっぱ考える部分、日本人として意識してるところ。クロアチア人から見たらもう浦田選手自身がもう日本人を象徴するサッカー選手として映ってますもんね。海外に出て一番成長した部分ってどこですか？メンタルの部分かな。そこに限る風にメンタルが成長してる。日本人っぽい設定だったから周りめっちゃ気にするし、タイだし、プレイ中も気使っちゃうみたいな。 あと緊張もそれなりにするし、プレッシャー感じやすかったし、昔はめちゃくちゃ。こっち来てから自然とずっと一人だから、基本自分と向き合う時間がめちゃくちゃ多くなって、何が必要なんだろうとかそういうことも考えるようになったし、最近はメンタルトレーニングみたいなのも実際にやるようになって、その思考の部分はめちゃくちゃ変わって、今は全然緊張しなくなったり、平常心でプレイできるようなメンタリティに徐々になってるかなって、一番成長した部分で。メンタリティって言ってもめちゃくちゃいろいろありますもんね。いや本当に違いに、メンタルが強いとか何なんだってなるけどね何に対してメンタルと言ってるのかみたいなそこ結構質問でもあるよね俺らにも。メンタルがどうやったらメンタル鍛えられますかとか、結構中高生とかそういう質問があるんだけど、それってじゃあどんな時なのっていう話で、キックの時なのかとか自分と向き合わないとあんま分かんない。だから人それぞれ、日本人だけでもめっちゃパリピな人もいるわけじゃん、渋谷で遊ぶ人もいれば、全然そんなところに絶対行かないみたいな人もいるわけで、国それぞれの人の生活特徴の違いもあれば、日本人だけで考えた時の性格の違いももちろんあるわけで、一概に世間一般的に言ういいとされてることが必ずしも当てはまるわけじゃなくて、だからそれは結局自分自身と向き合って、俺はこういう人間だからこういう思考っていうか考え方した方がいいなとか、全部本当試行錯誤して良くなっていくのかなっていうのは思う部分。何を考えるかとか自分の思考の癖とかを知るっていう意味でも、自分に向き合ってどんどん深めていくっていうのがメンタリティを高めていくコツというか大事なことなのかなって今すごい話聞いてて思いました。最近日本人の中でも留学とかも珍しいというのではなくなってきて、サッカーでも海外挑戦したいという選択肢も結構増えてきてる中で、浦田選手自身は日本人の海外挑戦に関してどう感じていますか？決めるのは人それぞれなんだ、何も言えないですけど、厳しい世界だなっていうのはもちろん思うし、やっぱ大学から留学とか行くにしても、やっぱ結構下の下部リーグだったり、そんなメジャーじゃない理由から始まるわけで、そこから這い上がるのってやっぱすごい大変だし、あんま安易な気持ちで行くってより、本当自分に自信があったり覚悟があったりした状態で行かないと大変だろうなっていう、厳しさを知ってる人からの言葉はやっぱり重いですね、でもそれだけ戦いの世界ってことですよね。辛いのは当たり前、最初は絶対、全部違うから。なるほど。あと代理人とか本当気をつけた方がいいな、それ結構大事な話かもね代理人本当大事。俺結構いろんな上の人たちもしてるし、下の人たちも、下の人っていうか留学系とかもなんかいろいろ話聞いたりして、本当にやっぱ練習参加だけで何十万取られて終わりみたいな選手もやっぱ
いるらしいし、やっぱ代理人って基本いいことしか言わないから、うん、契約書が来るまで本当信じちゃいけないし、基本信じない方がいい。あ、それがある意味コツみたいな感じ。、うん、まあそういったところも気をつけつつ、うんうん、挑戦っていう意味では自分をね絶対成長させてくれるところではあると思うので、うん、こういった先人の声を参考にぜひしていただいて覚悟を持ってね、はい、挑戦してほしいなと思います。まあ、最後になるんですけれども、浦田選手の、まあ、ビジョンというか野望をお聞きしたくてですね、どんなサッカー選手を今目指していますか？時前やっぱ J リーグで成功はできなくて、そこから海外に来たわけで、まあ、その間もいろいろあったり挫折する中で、まあ、俺自身は自分に自信があったからここまでやってこようと思って、それぞれ活躍できるタイミングって18歳なのか高校生なのか25歳なのかっていうのは本当分かんないと思うから、そんなすがりついてまでやる必要はないと思うけど、自分にやりたいっていう気持ちやった自信があるんだったらやりたいっていう思ってくれる人が増えるように、俺自身ももっと活躍すれば、そうやってそういう新しい道じゃないけど新しいモデルみたいになれると思うから、これからもっと活躍して頑張りたいと思います。ありがとうございます。まあ、結構あれですもんね、珍しいっていう言い方があってるのか分かんないですけど、いや本当は珍しいってよく言える。かなりもう貴重な経験をたくさんされてると思うので、サッカーをやってる人の希望になる存在かなって僕はすごい感じました。なんかさっきオリンピックが通過点みたいな話をしてましたけど、一番目指してる具体的な目標みたいなのもすでに立ててたりするんですか？東京オリンピックは通過点っていうより、まず選ばれるか選ばれないかのあれがあるんで、うん、やっぱ一番は、まあ、今はスペインリーグでプレーしたいなっていうのは一番思ってて、まあ、やっぱプレミアとかで一番行きたいですけど、あれ異次元すぎてまだまだイメージが分かんないっていう、まあ、何年かかるか分かんないですけど、僕自身の目標ですね。はい、それでは最後に、まあ今シーズンもうすぐ終わってしまうんですけど、来シーズンに向けた目標をよろしくお願いします。今シーズン残り数試合ですけど、まあ、そこで自分自身もチームも結果残して、より上のステージにステップアップできるように毎日を大切にして、サッカーを楽しむことを忘れずに頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回は、浦田選手対談第1弾ということで来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。